アレサ・フランクリンはアメリカ合衆国出身の女性ソウル歌手。ソウルミュージック歌手の中でもサム・クックと共に一際ゴスペルフィーリングの強い歌唱を持ち味としており、その圧倒的な歌声でクイーン・オブ・ソウルあるいはレディ・ソウルの異名を持つ。1960年代後半の作品群が特に有名でオーティス・レディングと共にサザン・ソウルの流星に寄与した。 1987年、女性アーティストとして初めてロックの殿堂入りを果たした。1999年、タイム誌の20世紀を代表する100人に選ばれている。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第1位に選ばれている。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第9位に選ばれている。 九種の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第2位。メンフィスの生まれ、デトロイト育ち。父 CL ・フランクリンは説教者として有名な教会の牧師であり、母バーバラ・シガーズ・フランクリンは優れたゴスペル歌手であった。両親はアレサが幼い頃から別居していたが、アレサは父のもとで育てられ、父の教会でゴスペルを歌っていた。 1961年にはコロンビアレコードからデビューするが、同社は彼女をポピュラーシンガーとして売り出し、曲はジャズ色が濃く、ゴスペルフィーリングを前面に出した曲は発表しなかった。このためか、当時のアレサのレコードは世間に大きなインパクトを与えるに至らなかった。この時期の録音は、後にデビュー50周年の2011年にコンピレーションアルバム、 グレート、アメリカンソングブックや、網羅的なボックスセット、テイク、エールック、アレサ・フランクリン・コンプリート・オン・コロンビアの形で、再発されている。1966年11月、アトランティック・レコードに移籍。同社のプロデューサーであるジェディ・ウェクスラーは、彼女のゴスペルフィーリングを全面に押し出す方針をとり、1967年1月、 レコーディングを同社の本拠地であるニューヨークではなくアラバマ州マッスル・ショールズのフェームスタジオで行った。同社はそれまで南部色の強い歌手の作品をメンフィスのスタックススタジオでレコーディングしていたがこの頃スタックスとの間に対立が起きたためその代替地としてフェームが選ばれたものである。しかしレコーディング開始後にアレサの夫テッドホワイトとフェームのオーナーの間に 論争が起きたのに伴い、ウェクスラーはフェームでリズムセクションを務めていたミュージシャンをニューヨークへ連れて行き、レコーディングを続行した。シングル、ベビー、I love you 発表の頃この方針は成功を収め、アレサはアトランティックからの第一弾シングル、I never loved エーマンとアルバム、I never loved エーマンザウェイアイラブユーをヒットさせた。1967年4月、 オーティスレディングのカバー、リスペクトで全米1位を獲得し、一躍スターの座に踊り出た。その後も、レディーソウル、アレサライブアット、フィルム・ア・ウエストなどのヒットアルバムを送り出し、サザン・ソウル歌手としては、オーティスレディングと人気を2分する存在となった。代表曲は、チェーン・オブ・フールズ、チェーン・オブ・フールズ、ナチュラル・ウーマン、エー・ナチュラル・ウーマン、小さな願い、愛生。 エイリトルプレイヤー、ブリッジオーバートラブルドウォーターなど。ブリッジオーバートラブルドウォーターは、ゴスペルにアレンジされており、特に当時アパルトヘイトで苦しんだ南アフリカで、ヒットし、教会で賛美歌として歌われるようになる。白人歌手の持ち歌のカバーも多いが、彼女が歌うと立派に、ソウルの名曲となる。単に男女の恋愛を描いた曲でも、アレサが歌うと、 まるで人類愛を歌っているように聞こえるといった評価を受けている。1971年にシングルロックステリー、72年にはデイドリーミングを発表。1972年にはゴスペルアルバムアメージング・グレースを発表した。74年にはアンティル・ユ・ー、カムバック・トゥ・ミーがポップチャートでもヒットした。また76年にはカー,ーティス・メイフィールドと組んで、 ギビンヒムサムシングヒーキャンフィールがソウルチャートでヒットした。だが、1970年代後半のディスコブームの時代からはヒットに恵まれない時期が続く。また、1984年より深刻な飛行機恐怖症に悩まされ、海外公演を行うのが困難になり、来日公演は実現しなかった。しかし、1980年代半ばにフリーウェイオブラブ、 I knew you were waiting などがヒット。かなりポップな曲調で賛否両論があるが、人気を復活させたプロデューサー、奈良田マイケル・ゴルデンの手腕は高く評価された。1987年には15年ぶりのゴスペルアルバム、ワンロード、ワンフェインスワンバプティズムを発表した。近年のアレサ2003年のアルバム、ソダームハッピーをもって引退を表明したが、それを撤回してライブなど、 精力的に活動した。2005年11月9日、ホワイトハウスでの大統領自由勲章授与式後、涙を拭うアレッサ。同受賞した、ロバート・コンクエスト、アラン・グリーン・スパングラミー賞受賞回数は20回で、女性としては21回受賞のアリソン・クラウスに次ぐ記録である。二千五年には、大統領自由勲章を受賞。二千九年一月二十日、アメリカ合衆国。 第44代大統領バラク・オバマの就任式式典にてマイ・カントリー・キズ・オブ・ジーを縮小した。アリスタ・レコードとの契約は2003年で終了した模様だが2007年には過去のデュエット曲に新曲2曲を加えたコンピレーションアルバムジュエルズ・イン・ザ・クラウンを発売。2008年には書店チェーンのボーダーズ独占でクリスマスアルバムディス・クリスマス。 アレサをリリースした。その後、自身のインディーズレーベルアレサレコーズを立ち上げ、2011年に A ウーマン、ホーリングアウトオブラブを発売した。2018年8月16日9時55分、水臓岩のため、ミシガン州デトロイトの自邸で死去。ありがとうございます。